はい、皆さんこんにちは。今日は、IPO ですよねの投稿が、アンリさんありましたので、まあ、ノートに注目してたよっていうことだったんですけど、僕も IPO についてちょっと、調べている内容を共有していきたいと思います。まず IPO なんぞやっていうことなんですけど、まあ、初めて上場してくる、市場で扱われる、株になってくるっていうところだと思うんですけど、早速、勝成さんのコメントでもありましたが、抽選で、やってるというところなんですよね。で、まあ、実際にどんな風に抽選されてるかっていうのを見てみると、まあ、楽天証券とかだと、新規公開株式、ということで、こんな感じで今、ブックビルディングとかって書いてありまして、購入申し込みができるようになってるんですね。で、目論見書とかを見て、どういうつもりで上場しようとしているのか、みたいのをこう見ていってですね、それを買いますよ、みたいなことをやっていくということですね。で、まあ、抽選ということですから、いろんな、申し込み口があった方がいいということで、まあ、SBI だったりとか、まあ、マネックスさんだったりとか、まあ、もっといろいろあると思うんですけど、証券会社を開設すれば、開設した分だけ、まあ、チャンスは増えるのかもしれないな、というところです。はい。で、そして、じゃあ、その IPO なんですけども、まあ、人によっては勝率が、まあ、8割ぐらいなので、まあ、それを専門にガンガンやっている、という人も結構いらっしゃるみたいなので、まあ、面白いのかなと思ったりは私もしました。で、持ってきたのは IPO 銘柄一覧ということで、直近100社、こんな感じでありますよっていうのが、ここに、出てます。今25日、クリスマスの日の夜中に撮ってるんですけど、クリスマスになった日ですかね。25日の、夜に撮ってるんですけど、まあ、月曜日、週明けだけでも、なんと3社も上場してくると。年末にまた、こんなに、1、2、3、4、5、6社も、上場を乗り込んでくるっていうわけですね。はい。で、12月だけでもですね、ここから始まってかなりの、まあ、会社が来てるということなんですね。12月ここからですね、だーっと。あ、こんなにあるんだなーっていうのがまず、わかるかなと思います。で、次に、考えたのが、ちょっとこれは消しちゃいますけども、何をしたんだったっけな、ちょっといろいろやりすぎて、結構いろいろやったんですけど、まずはですね、あ、そうですね、紹介しなきゃいけない、投資手法が、まあ、あるなというところで、勝成さんが言われていたみたいに、ごめんなさいね。こっちですね。勝成さんが言われていたみたいに、抽選で、行くというところですね。抽選でっていうことは、その上場する前に、株を持てるということで。で、まあ、上場した後にすぐ売ってしまうという方法が、まあ、一つはあるらしいんですよね。でも、アンリさんの文章を見ていくと、IPO 銘柄は2、3倍、10倍と数年で行くような銘柄もたくさんあるので、と。気になる会社が株式上場した際は見てみるかも面白いかもです。ということで、IPO をまず最初に、抽選で取りに行くというチャンスが1個と、もう一つが、まあ、IPO セカンダリーなんていうふうに言われてますけども、第2波みたいな感じですね。第1波はもう
上場した時点でボーンって感じですかね、イメージとしては。そして、まあ大体それが落ち着いてきてから数年してまた登っていくものと登っていかないものがあると。で、その中で、まあ、登っていくもの、上がっていくもの、まあ、とても大きい感じで上がっていくものが結構あるっていうことだったので、本当かなっていうとこですよね。検証ですよね。ということで、まあ、やってみたと。まあ、それを実際に選び出せれば結構大きいチャンスがあるんだなっていうとこです。で、行きましょう。その、スクリーニングなんですけど、じゃあ、今言ったように本当に、増えていくようなのがあるのかっていうのを、ちょっと、四季報オンラインを今お試し中なので、やってみたんですね。で、今ここにあるのがその条件を入力するとこなんですけど、今22年の12月なので、まあ、10年間、10年間、で、10年間で、10年来安値から上場した、その倍率が、1000%、要は10倍になったっていうものを入れてみました。そしたら何が出たかっていうと、こちらです。いいかな？合ってるかな？ですね。今10倍から小さい順になってますけども、23社も、この10年間で23社、まあ、あったということになります。で、ちょっとびっくりするんですけど、まあ、これも僕も調べてて知らなかったんですけど、スカイマークっていう、割と有名な、まあ、航空会社が、再上場というパターンをしていて、なんかとんでもない数字にはなってるんですけど、まあこれはちょっと、まあ IPO という言えるか、通常の新規の上場してくるっていうパターンではないんですけど、でも10倍になる会社がなんと23社もあるんだなぁというのがわかりました。でですね、じゃあ2倍3倍はどうだっていうことですよね。で、それも入力してみた。これは 300% なので3倍ですね。3倍はこの10年間で、3倍以上なので、さっきのごめんなさい、10倍も入ってます。3倍以上だと、97社、あったと、いうことが出てきました。で、じゃあ、まあでも2倍株でもすごいよね、ということなんですけど、じゃあ2倍株どれくらいかっていうと、165社、あったというところで、おお、これは、探すことやってみてもいいのかな。結構チャンスあるのかもしれないなと。まあ、10年で165なんで、まあ単純にこれ割れないとは思うんですけど、で、いつその資金を入れるかとかもそれぞれね、違うと思うので、単純にこう割れないんですけど、単純に割ればですね、単純に割れば、まあ、一月に一個以上、そういうのがあるっていうことですよね。10年だから、まあ、1年で 16.5 個だから、一月に一個以上あるっていうような感じ、ということになるのかなと思うんですね。で、じゃあ、これはなんだ？あ、僕間違えてるのかな。100% で321、200%。はい。すいません。100% だと321社もあったですね。だから、間違えました。もっとありました。
これが 300% 上昇したってことは4倍ってことかですね。で、これが3倍で、これが2倍なんで、もっと多かったということですかね。だから結構チャンスあるんでしょうね。ということで、まあ、この10年間上場した会社が、959社ある中で、2倍になってきてるのが、321だから、どうだろう。ざっくり3分の1ぐらい2倍になったみたいな感じですかね。うん、結構当たってもおかしくないから、みたいな感じですかね。で、じゃあ、これはまあ10年でもう結構上がっちゃってるようなお話だったんで、これからどうなんだということだと思うんですけど、で、これからどうなんだってのが、こちらの、スクリーニングでちょっとやってみたんですね。これが、まあ2、3年ということだったんで、2019年12月、3年以内に上場してる、会社で、かつ、何でしたっけ、株価が、まあ、1000円以内ということで、まあ、お安くチャレンジできそうだっていうところと、まあ、もうこれ入れちゃってるんですけど、PR と PBR っていうものを、まあ、ちょっとややこしそうな2つの案件を、ちょっと条件としてぶっ込んでみました。こちらから行きましょう。これですね。3年以内の上場に関しては、366社あるっていうことですね。はい。ちょっとタブが多すぎるので消しちゃいますけど。で、そのうちの、株価、そうですね。ワンステップ抜けてますね。ちょっと待ってくださいね。今この2つチェック入れた状態で検索しています。あ、全部、チェック。あ、そうかそうかそうか。これを消さんとあかんですね。失礼しました。これでどうだと。こうすると、株価が安めで3年以内、どうですかっていうと、142社もまだあるんですね。で、ちょっと多すぎるんで、絞り込んでいくんですけど、これがちょっと重なっちゃってますね。まずですね、PR っていうのが今回僕の中では初めて、出てきてまして、PR なんぞやということでまた、調べていきたいと思います。で、PR は、株価収益率ということで、株価の割安性を示しますよということなんですね。で、実は前、アンリさんの挙げていただいた、その、資本に対する割安性、PBR みたいのがあったと思うんですけど、これですね。これがちょっとややこしいんですけど、その純資産、資産に対応する純資産、その部分に対する株価の割安さなのか、こちらは収益、利益に対する株価の割安さなのか、みたいなのが、あるんですよね。まあその EPS というところで、一株に対する利益がどれぐらいかっていうのを、なんて言うんでしょうね。実際に投資家がもらえる額、配当利回りとかももらえてる額だと思うんですけど、この PR は、まあ、
投資家さんに払い戻すか払い戻さないかは、会社の都合というか、まあ、ここで用意しといた配当成功って言われるような、会社の、まあ、どれぐらい、その、投資家さんに還元しようかな。例えば、僕が、まあ、ちょっと投稿させていただいた Amazon なんかは、配当が全くないんですね。まあ、ジェフ・ベゾスの考えなのかわからないですけど、もう、例えば、まあ、AWS みたいな、インターネットの、サーバーのためのシステムとか、Amazon の倉庫とかも、とにかく、その、株価が、株式資本として入ったものを全部その資本に変えてぶっ込むみたいな、配当を全然出しませんみたいな、そういう、まあ、Amazon さんの、まあ、極端な例があるんですけど、まあ、それに対して、まあ、PR というのは、その利益、また話がややこしくなってるね。利益が あるものに対して、まあ、株価が割りやすいかどうか。まあ、資産に対するものなのか、利益に対する割安さなのか、割安さ基準の2つの基準なんですけど、まあ、シンプルにしないといけないんですけど、割安さ基準を PR も PBR も見るんですけど、何をに注目してるかっていうと、純資産の方に、その会社の、その、まあ、解散価値っていう解説はちょっと前の動画でやったんですけど、その会社、企業の資産価値に対して、それと比べて割安そうなのか、出してる利益に対して割安そうなのかっていう、基準です。ちょっとうまく説明できてたかわかんないんですが、その二つの、基準をですね、使ってる方がいましたので、ここに、まあ、一個突っ込んでみたんですね。PER が、まあ、15っていうような数字を挙げられてたので、まあ、15だったらどうだろうなっていうと、まあ、ここ3年の上場で、まあ、割安な状況を保っていて、かつ株価が1000円以内で、買える検討ができそうなものっていうのが、まあ、45社ぐらい、こんな感じで、出てまいりました。ちなみに、その、まあ、アンリさんも前投稿されてたような、PBR 基準を同時に叶えようとすると、まあ、1位かっていうような基準を同時に叶えようとすると、まあ、結構3社に絞られてしまうと。で、まだ会社が若いので、まあ、そこまで、しかもですね、その、株主というか、株をまだ上場して、まだ3年ぐらい空きが浅いので、まだまだそこまで、株価の状況は良くない中で、入っていくのかなという、その、若い会社の特徴みたいなのをちょっとつかめるのかなと思ったりしています。ただまあその条件に満たすとなるとこの3つ、まあ出てきたよっていうところですね。営業利益っていうのがまあちゃんと増えてるかっていうのを見た方がいいよっていうのがありましたので、そのまあ、45社ですね。45社に関して営業利益をこう並べていってみたときに、やはり右肩上がりになっているものですね。まあ、赤字から黒字に転換したっていうのもいい流れなんでしょうし、やっぱりここの右肩上がりが今後の成長性、株主さんも引きつけていくっていうところにつながるのかなと思います。割と右肩上がりが、まあ多いような気もしますし、マイナスがちょこちょこ入っているのもあるし、出たり入ったりの会社もあるなというところで、この辺が45社の、まあ、営業利益、ちゃんとそのビジネスを始めて、まあ、上場してもこううまく
動いていけるかどうかっていうあたりがですね、大事な部分だなっていうのが僕も勉強になりました。はい。というところで、まあ、一株というものじゃなくてもですね、ちゃんと100株を買える、投資、でもですね、最低購入金額10万円、というところでも、まあ、こんだけね、770件もあるので、いろいろまだまだ勉強しながら可能性をね、見つけていければいいなというふうに思っています。はい。それでは今回の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。すいません。私ちょっと間違っていまして、何が間違っていたかというと、PER と PBR がちょっとやっぱりまだ、しっくりきてなかったんでしょうかね。そこからちょっと訂正したいと思います。まず、その、一株あたりの純資産を株価で割っている。両方とも、株価をで割ってるっていう説明が多分抜けていたせいで、ミスしたと思うんですけども、株価で一株あたりの当期純利益をで割っていると。ということはどういうことかっていうと、求めているのは、私たちが出す、その株の代金なんですね。つまり、まあ、我々としては、同じ利益だったり、同じ、その一株あたりの資産を、まあ、ゲットするんですけど、その株を買うことによってゲットするんですけど、同じ、一株あたりの、純資産と利益っていうのは変わら、二つとも変わらないんですけど、株価が安い方がいいわけですよね。ということは、両方ほど小さい方がいいはずなんですね。で、そこを私は、しっかり抑えきれて、おりませんでしたので、とても大変失礼いたしました。ということで、改めて、ここの IPO を5、3年以内というところの、基準で、株価が1000円以内というところの中で、15倍以下という基準で、割安基準を出すとですね、92ほど出てまいりました。はい。なので、先ほど出した45社は割高のものを出してしまいましたので、大変申し訳なかったです。ちょっと、こちらの方が割安なものになります。で、その割安の中から、BBR が1以下、1より小さいっていうものを出したときに、割安、資産側から見ても、当期利益的に見ても、割安っていうのが、まあ22社ほど、まあこんな感じで、出てまいりました。なので、この、これになると重なっちゃうのかな。ちょっと新しいグループにしておきます。このグループの方で、今一度業績のグラフの方をちょっと確認してみたいと思うんですけど、これが赤から黒になった。これはちょっと赤で、まあこれは非常に若いというか、まだまだ入りたてなんでしょうかね。これの右肩上がりを見ていくと。まあさっきも右肩上がりが結構あったんで、なんか良さそうに見えたんですけども。はい。というところで、大変失礼いたしました。あとですね、まあ、この、中で、四季報さんの中でやっぱり分かりやすいのはスコアかなと思うんで、その、今のスクリーニングですね。15倍以下、1倍以下という中で、スコアをちょっと見てみると、4のスコアがこの辺出てますね。
こちらも出てます。こちらも出てますね。こちらも出てると。まあ、わかりやすい感じだと、まあ、何社か4のスコアが出てるな。ただまあ、その、いろいろなこのチャートの形っていうのが、それぞれ違うので、まあ、あとは業務内容とかも見ていかなきゃいけないんですけど、そうですね。直近の週足、22社ぐらいだったら、まあ、パラパラパラっとこう、見れちゃったりしますね。なんか面白いですよね。こう引っ張られながらこう上がったり下がったりを繰り返すみたいなのもあったりとか。まあ、付け足とかで見ると、まだベースフードさんはまあ本当に入りたてだとは思うんですけど、ぐーっと下がったようなところにまだいるなというような会社さんもありましてですね。まだ3本しか立ってないのもありますしね。はい。まだまだ、いろいろ調査していかなきゃいけないところはあると思うんですが、ちょっとまずそこの、この数字がね、間違っていて、出ていたスクリーニングの会社がちょっと違っていたというところだけちょっとお詫び、申し上げますというところで、今回、一旦終わりにしたいと思います。はい。すいません。もうちょっと撮りたいものがあったので、撮りたいと思います。それはですね、まあ、上昇が1000%、10倍も上がったよというものの、まあその、とりあえず、まあ、チャートの形だけでも見たいなっていうの多分あると思いますんで、僕もそう思ったので、ちょっと見てみようかなと思うんですね。で、こちらがその、まあ、10年の中で、10倍以上なんか、まあ、上がったというようなもんなんですけど、それが本当にエントリー可能なチャートの形をしているのかなっていうところですね。で、そうですね。ちょっと見てみましょうか。はい。こちらが今、リブワークさんというところで、のチャートを出してみました。で、10年、20年。まあ、10年でいいですね。まあ、ここがまあ、本当の始まりで、まあ、ここで出来高あると思うんですけど、まあ、売っちゃったりする人も、まあ、当然いて、ちょっと、まあ、下がってると思うんですね。で、2015年ですか。ここからだーっと来て、そうですね。この辺で、ここが、まあ、最初が59円とかですか。50円ぐらいか。50円ぐらいで、まあ、この辺で、ま、3倍ぐらいになってるんですかね。2.5 とか3倍ぐらいになってると。3年で、ま、そんぐらいになってるんで、まあ、ここも投資冥利が、ま、あるにはあるのかもしれないですね。ただ、これは3年待ちですね。3年待ちで、まあ3倍ぐらいになってると一旦。で、こっからまた、まあ、ここの安値が、まあ100円ぐらいなんで、まあそれで折っても、半値にはなってないですね。だからこれは結構堅調な感じで推移して、こっから、爆上がりが始まった。まあ爆上がりって言っていいのかわかんないですけど、比較的こっちから比べると、でかい。値動きが始まっていると。まあ、どこで、じゃあこのチャートを見て投資できるんだって言ったら、なかなか難しいですけど、そのタイミングをつかむ、
何かっていうのは、まあ、それはまた教えていただきましょう。一つにはこの、青と赤のクロスとかっていうのはあるんですけど、うん。まあ、たらればになっちゃいますよね。ここの辺で入れたらいいとかね。この辺で入れたらいいとか。まあ、ただ、こういうどっかで、低いどっかで入って、ちゃんと上がるまで持っている。ここに対してここで持っているだけでも、ここからここで持ってるだけでも、5倍ぐらいかもしれないですし、仮に、まあ、ここで入るのは難しいのかな。3年ぐらい持つようなイメージで、何かしらこうありそうですよね。はい。ちょっと他の、チャートも見てみたいと思うんですが、こちらが出品さんというとこですが、2012年の年末ですか。に入って、これは非常にガーッと、もう当初から上がってるってことですね。うん。で、最初からもう絶好調な感じでガンガン上がってるんで、なかなか、あれですけど、まあこういうのの場合はもう IPO で買えなくても、さっと入っちゃうと。そうすると、まあ IPO でちょっと売った人たちがいる中で、まあ超安値で買えれば、もう本当に100円切ったような値段で買えてるとすれば、もう100円ちょっと超えてもいいかもしれないですけど、100円ぐらいで買えてるとすれば、ここに行った、ここでまあ抜け切ったかなみたいな感じでもう800円とか700円なんで、ここで買えてたら、まあ7倍とかになってるっていう感じですね。で、仮にまあ、これだともう、ほぼセカンダリーって言えないんですけど、まあ仮にこう下がってきても、まだこれ揉み合ってて、なかなか勇気いりますけど、この辺でじゃあ上がってきたなって入れたとしたら、700円ぐらいで入れたとしたら、ぐーっと入って、まあ、どうだろうな。ここでズドーンというところで売れればいいですけど、なかなか売れなくて、まあ、そうだな。うわ、下がってきた。で、売って1400円とかだったとすれば、まあ、2倍ぐらいはこれ取れてるかもしれないですね。うん。で、まあ、これは、サードも、この後サードもあるような流れなんで、なかなかエキサイティングな相場だなとは思いますけど。はい。出品さんでした。ネクステージさんなんですけど、これもやはりこう、IPO 独特のこう、地べたを這う時間がありますよね。なんか割とそういう時間も必要なのかなっていう、若い会社には。必要と言ってはあれなんですけど、ありがちなのかなという。その期間が、やはりこれも入ってからちょっと、陰線がね、ちょっと続きますよね。うん。で、まあどこで入るかわかんないんですけど、まあ仮にここを捉えられたとしたら、100、そうですね。100、まあ、ちょっと上いっちゃったなって言って200円ぐらいで掴んだとしても、行くと、ここで、あ、落ちちゃったっていうところで売ったとしても、まあ1000円でもし売れたとしたら、200円の1000円で5倍か。結構大きいですよね。これずっと上がってるっていうトレンドが出てるんで、まあ落ちちゃったって気づいたタイミングで、まあここで売っちゃったら、そうですね。
まあ、3倍ぐらいになっちゃうんですけど、もしこの辺で1000円ぐらいで売れれば、あれですね、いい感じですよね。で、もみ合って、下がって、この、何ですか、ムービングアベレージ、いわゆる、移動平均線の方、まあ、60っていう風な数字がありますけれども、まあ、ここで、ボーンと跳ね返ったところを、まあ、どこで取っていくかわからないですが、ゴールデンクロスはここなので、まあ、こんな高くなっちゃうんですけど、まあ、仮にそう入ったとして、1400円か。そうですね。なかなか難しいかもしれないですね。1400円の、ここが3000円とかなんで、まあ、ここはちょっと難しいかもしれないですけど、ここで入れて、3000円ぐらいまで、まあ、トップがいってるんで、これ難しいですけど、2倍はここで、まあ、超うまくやれば狙えるかもしれない。ここは、もっと、もっと狙いやすい、逆に狙いやすいんですよね。200円ぐらい。150円とかから狙えれば、もっといい倍率になるので、この辺で掴めれば、まあ結構ここの倍率が大きく取れたんだなっていうところですね。うん。面白いですね。この、オープンハウスさん。あ、これは不動産で私は割とお馴染みなんですけども。見ていきますと、これは当初から上がってたんですね。2013年ぐらいから。なんで、まあ、どこで掴むか非常にこれは割といい流れなので、この辺からこの辺までの間に、まあ、いい流れだなっていうところで掴んでおければ、仮に、割と高め、1200円ぐらいで、掴めたとして、上がってきたなっていうタイミングで、まあ、売ったとしても、2倍ぐらいにはなってますか。2倍以上に、2倍ぐらいですかね。1400円とかで買っ、この辺で、まあ、まあ、堅調だなっていう、上掴みをしちゃったとしても、まあ、ちゃんともう一回上を見て追ってきたとこで、あ、しょうがない、手放す。もう伸びないかなっていう感じで売っても2倍以上にはなっていると。で、このまた、跳ね返りを、まあ、狙うか狙わないかわからないんですけども、これはまあ2000円ぐらいですかね。2000円から、ここがぐーっと伸びちゃってるんで非常に難しいですけど、ここでまたぐーっと下がっちゃうんで、2500から5000円の2倍ぐらい。まあ、やっぱり、この定位置からの一度目の上がりっていうのが非常に利益率が高そうだなっていう傾向が見えてくるかと思います。はい。となると、まあ、現況の、まあ、3年以内の方の、まあ、一度僕間違って入力しちゃったんですけど、15倍以下の割安で、1倍以下の、まあ、この指標の選び方も、まあ、投資家によってそれぞれなんで、全部、パクらなくてはいいと思うんですけど、まあ、この中で、どういうチャートなのかなっていうところですよね。まあ、今、月足で出てるので、割と本数が、出ている、会社さんで、見てみようかなと思うんですけど、そうですね。まあ本当に下がって、まあ上がってこなかったら、あれなので、
ドリームヘッドさんなんかだと、ちょっとまだ浅いのかな。1400から、まあ、半値ぐらいに下げてるような状況ですか。ちょっとこれは何とも言えないですね。上がり基調がありそう。これどうでしょう。20年で見たときに、なんかこう上ひげがあるんですけどね。まだその見え切れてないのかもしれないですね。まあ直近は下げなので、うん、なかなか難しいですね。あ、オリエンタル白石さんですか。もうちょっと上がってきてる感じありますね。いいかもしれないですね。ここ3年という中で、まあ、227。そうですね。まだまだの値動きが、当初から、ちょっと待ってください。ここにこういう続きがあって。なんかすごい乖離しているところがありますね。ちょっと待ってください。あれ、なんか間違ってますね、これ。10年より前のチャートが出てるんで、こちらも再上場ということなのかな。20年前があるということですね。だからこれは、一度もうどん底を見てるっていうところですね。はい。こういうのもまあある意味勉強になるかなと思います。あの怖い話ではあるんですけど、こういうこともあると。これは安値が1円ですね。はい。ちょっと上げ目のチャート、月足ですね。月足で。絆ホールディングスさん、こちらは上場が1100円ぐらいで入ってきて、上昇トレンドとはまだ言いづらいかもしれないですね。ただなんとなくこう上向きそうな感じはありますが、なんとなくやっぱ陽線で入りたいですよね。陰線では入りたくないじゃないかなと思います。長期トレンドを考えるとですね。あ、まあ、長期トレンドを考えるとっていうか、短期トレンドとしても、陽線で上がってる中で入りたいというようなのがあるんじゃないでしょうか。こんなところかな。まあもしかしたら、この、まあ、3、4をちょっと取っ払って考えて、157件なんですけど、これをチャートでバーッと見た方がもしかしたら
PBR とか、まあ PR もまあここに出ますんで、まあマイナスかみたいなのちょっとようわからんのですけど、割安のマイナスっていうのはね、こんな感じでまあ出てますと。はい、ちょっと長くなりすぎちゃいますので、この辺にしたいとは思うんですけど、多分まあこんな感じでいろいろやっていくと、まあいろいろ調べられるんだろうなとは思います。さっきの PER、PBR の基準がない、チャートの付き足ですね。同じ会社も入ってますね。まあ、キズナさん、さっきちょっと見ましたね。これも見ましたね。ちょっと上向き傾向出てきたかな。やっぱりこう、若いうちの売られちゃった後の下げトレンドっていうのが、まあ、割とこう、顕著にね、出てるのかなっていう気はします。うん、ここどうでしょう。ちょっと上がってきたぞって感じですね。最初が750円ぐらい。そして、そうですね、まだ値動きが小さいですから。タイミングとしては、ちょっと出遅れた感はありますけど、検討に値するかもしれないですね。この辺でゴールデンクロスしてますね。これは Wiz という会社ですね。オフィスのレイアウトとか、新興企業が、顧客ということみたいです。はい。成長性5で割安どこ。値上がり度かなり成績いいですね。はい。どこまで行ったっけ？あと上がりが、あ、これを見たんですね、今ね。上がりが見えるのが、うん、どうだろう。ちょっとまだ、やや浅いかな。これも陽線ですしね。そうですね。ここも行くかなと思ったけど、また下がっちゃってるっていう感じですか。あ、ここいいかもしれないですね。ちょっと、この後。まあ、移動平均線までは来てないんですけど、まあなんか展示そうな、この辺もそうですね。フィナテクストホールディングさん。ここ去年の年末ということですね。で、今年の年末にかけて、
どうだろう、上がるかなという、まだちょっと判断できないかな、でもちょっと兆しありますね。で、こちら。コラントッテさん。直近がまあ、陰線なので、ちょっと嫌だかなというのはあるかもしれないですね。はい。ここも直近陰線なんですが、ゴールデンクロスは、あ、まだ出てないのか。こちらの小さい、小さい表だと、ここの、あ、見えてないですね。失礼しました。クフー CEO さん、ここで、やや、出てるんですけど、こちらだと、まあ出てない、あの、移動平均線がね、3しか出てないんで、12か、そういうことですね。この辺を調整すれば、また数値は変わっちゃうので。はい。ということで、まあ、ここ直近の、もう、まあ、こういうのを繰り返していけばいいのかもしれないですね。IPO に関して、ここ直近の、まあ、3年のものに関して、まあ、PER で、割安、利益に対する割安のものを探すのもよし、PBR で資本に対する割安感のものを探すのもよし、まあそもそも、1000円以下のものというところで157社ですか。あ、そういうことですね。100社しか登録できないので、57社は、ちょっと怒っちゃってたので、それに関しては、まあちょっと、限定ということで、見れなかったんですけど、はい。何か、お役に立てばよかったかなと思いますが、またなんか間違ってるところとか、これどうなってるんだっていうところがあれば、突っ込んでいただければ嬉しく思います。はい、それでは長々と大変失礼いたしました。終わりたいと思います。